暗いんだよね。なんか暗いよね。ちょっと待って。暗いのよ。なんでだと思う？わからないよね。ちょっと待ってな。暗いのよ。ただいま。こっちが暗いのよね。多分こうね。こうして。これもこうしたらどう？どうですか？こんばんは。多分ね、ここの電気がついてないからね、暗いと思うんだ。そもそもなんかやっぱりムキさん太った、絶対に太った。こんばんは、お疲れ。フランさんありがとう。リョウキチかわいい、ありがとう。絶対に太ったんだよ最近ね。お母さんに今日もね、あんた暴飲暴食って言われた。悔しいよ、私は。東京ですか？福岡です。タール、お元気ですか？お元気です。明日来ますかね？あ、これ邪魔だ。ツインテールですか？本当は今日下ろしてたんだけどさ、もううねっちゃってさ、ツインテールにしましたね。バーラ8638、ありがとうございます。太ったの？そうです。絶対太った。顔が丸々しいもん。ムビキって本当に顔に出るの。食べてる自覚あるめっちゃある、めっちゃある。悲しい。ゆき言ったもん、今日からエブリダイエットするからって。 ほら前々もうちょっとこう、もうちょっとこうくしゅ。やめよう。マリノンさんハートありがとうございます。イブキックハートありがとう。はるはるさんハートありがとう。そんな食べた、食べた。え、てか最近食べてるね、ずっと。まあまあまあ。りょうきちハートありがとうございます。見て、今日のリップさ、めっちゃピンクなの。お、口紅が濃い感じするって言ってる人いる。たまたま、すごい。そうなの、今日ちょっと違うの、リップ。いつもと違うの。ポポマルハートありがとう。普段からめっちゃすんやから多少食べても大丈夫でしょ。いや、あのね、普段からめちゃくちゃ食べてるね。でも最近がもっとすごいってわけ。てか一時、はあ、もうやめようやめよう。広島でお好み焼き食べ、え、待って、聞いて、いぶき今日ね、お好み焼きなの。今日お好み焼きなの。明日広島初めて行く、多分初。と小顔のさ、加工していいかな、加工していい。今日が撮ったんでします。ピュー、ピュー、あ、すごい、あ、え、怖い。こんぐらいにしようかな。これ変わってる、変わってないよね、なんか。これはじゃあいいや。はい。まあまあいいんじゃないでしょうか。明日のお昼別の食べなきゃ。いや、明日もいびき同じの食べれるから大丈夫。しゅんさん、虹色の詩ありがとう。くさん、サンハートありがとうございます。しゅんさんハートありがとう。かわいいだって、加工です。りょうきちハートありがとうございます。このリップがかわいい。レイスかわいい、ありがとう。トールハートありがとう。フリボ兄ちゃん、デルマありがとう。ユイちゃんハートありがとう。レイナさんハートありがとうございます。明日行くよ、だって。待ってるね、広島。髪の毛どうしようかな。かわいい。トラ泣いてる。めちゃくちゃこっち見てるよ。見たい、みんな。トラ。ダメです、トラちゃん。かわいいよね。
携帯ケースプリイブナナ、あ、正解。これちょっといぶきのね、このケースさ、すごいのよ、量が。見てほしい、この中に入っているものたちを。これすごいから、いくよ。まあまあ、さあ、えい、あ、いっぱい出てきちゃった。はい、まず一番上はですね、このナナカトのやつですね。このナナカトのプリクラ。続いてはこのヒジリのね、このヒジリのチェキですね。私いつも3枚ぐらい取って、1枚がねラビリンスさんのさやつがあるじゃん。それで1枚いつも余ったりするのでヒジです。このバカチンガーイブキラブってヒジリのやつですね。このバカチンガーはあのイブキがね3年 B 組やっけを真似してたので、それですね。にょうたくんハートありがとう。で続いては、あ、これもヒジリとのプリクラ、あ、このプリクラ撮ってない、やらかした。こちらもヒジリとのプリクラ、この写真撮ってないので、撮るの忘れてたので、これしか残ってません。すいませんすいません、忘れてました。そして続いて後藤ひなのですね。ひなです、これもひなです。あ、これはゆなちゃんですが、私の携帯ケースには入り込んでます。すごい量ですよね、わかるよ、すごい量だよね。これを中に忍び込ませますっていう話です。いい感じ。フランさんハートありがとうございます。ケースってそんなに入るもんなん？え、そう、意外と入ってるよ、ほら。プリ有料会員、はい、お姉ちゃんがいぶきのために有料会員になってくれました。クリートさんハートありがとうございます。トールかわいい、ありがとう。ミクちゃんハートありがとう。最近アピノちゃん立ったでしょ、この前あったよ、この時に。マリノンさんハートありがとうございます。おいちゃんハートありがとう。最近プリクラ撮ったと、最近このヒジリトがあったらしい、一番。もう撮れないよね、やらかした。1週間以内だった気がする。ビエンビエンビエン、やらかしました。また明日ね、だって。あ、もう見ないの配信。ウィン、ひげまやすいさんハートありがとう。プリ何派、春色世界かな、わかんないけど。ちょっと待って、何が多いんだろう。春色世界が多いんじゃないですかね。この透明のやつが好き。このこれ何のメーカー？これ何のところかな？これ。春色世界です。私春色世界が好きです。こんばんは、こんばんは。私も春色大好き。可愛いよね、盛れるよね。安い月明さんさん、何これ？ありがとう。なんかなんだこれ。風船？ありがとう。さっきランニングから帰ってきた。健康、おかえり。安市木八さん、さんくまん、ありがとうございます。ゆうじさんハットありがとうございます。プリクラって進化してるんだね。そうよね、前まで200円とかじゃなかったっけ。全然取れてたよね、200円で。今や500円です、プリクラは。たまもかわいい、ありがとうございます。明日の広島牡蠣食べるの。え、広島って牡蠣有名なの？もう牡蠣小屋行きたくてさ、家族で予定合わせてます今。友達とかじゃなくて家族でね、家族で牡蠣に行きます。毎年、ほぼ毎年ぐらい行ってるけど、去年が行けなかったのさ、みんな予定合わなくて。絶対行ってやるんだから。ゆいさんハタありがとう。今日いっぱい広島観光した。柿7個食べた。ねえ、ずるい、僕も柿食べたい。ねえ、いいな、本当にいいな。もみじまんじゅうもあるよね。もみじまんじゅう好き、柿フライが好き。柿フライじゃなくて、私は焼いたやつが好きよ、普通に。いぶきも早くおいで、行きたい、早く行きたい。いいのいいの、広島最高だって。いいな、
いもん、いぶきもん、一日早くお好み焼き食べるもん。みーちゃん、ハートありがとうございます。チャチャカチャカチャカチャン、お好み焼き、お好み焼き食べるもん。ため息つかんで、これで大丈夫。あ、怖くない人、くまさんありがとう。パパパパパパ、こんばんは、こんばんは。食べる時間あるの？わかんないけど、わかんない、わかりません。あおいちゃん、あめありがとう。ねねちゃん推しであるさん、ハートありがとうございます。初見です、りょうなべさん、ありがとうございます、嬉しい。ナックスさん、ハートありがとうございます。あおいちゃん、くまさんありがとう。ソイルホースさん、くまさんありがとう。いぶちゃん今入院中なの、慰めてるって。あ、大丈夫かな、元気？元気じゃないかな。早く退院できますように、頑張れ。最近メール取り始めましたって。あ、本当？いぶき最近メール全然送れてない。新作のスタバ飲んだよ。もちろん飲みました。ゆきお好み焼きだけどめっちゃうまそう。いぶきお好み焼くのパーってできるよ。うん、周年リハは大変、一旦終わってますけど、また覚えることがありますので大変です。トール、トートイ、ありがとう。うまっ、ありがとう。かっこいい、ありがとう。怖くないと、かわいい、ありがとう。ナナミョンさん、ハートありがとうございます。ゆうきちゃん、ハートありがとう。トール、ファイト、ありがとう。しゅんさん、アイスクリームありがとう。なんで最近前髪薄くしたの？気分、なんでも似合う、可愛くて大好き。気分、なんかひじりがね、たまたま公園で薄くしてた時があって、ひじりがね、前髪薄くしたって言って、薄くしたって言ったら、そっちの方がいい、そっちの方が可愛いって言って、どっか行ったので、ちょっと最近薄くしてます。で、あと前髪伸ばそうと思ってるので、一旦薄くしました。前髪伸ばします。賛成ですか？そうね、クルタンといぶきのしゃべり会行きますって、ありがとう、待ってるね。中途半端な長さの時が一番きれいな、わかる。こんぐらいの時がさあるとさ、もう切りたくなっちゃうんだよね。パイセンもう届いたかな？まだね、事務所に最近行ってないからわからない。ありがとう、楽しみにしとくね。伸ばして分けたいするの？分けます、分けます。18日の目撃者行きます、楽しみ だって待ってるね。18日か、早いね。髪切る予定あると？髪切る予定はないね、ないの。でも前髪短くなってたら察して、あ、いぶき切ることにしたんだなみたいな、うんうん、飽きたんだ伸ばすのって思ってて。例の物受けなってやだ。嬉しい、楽しみにしとく、ありがとう。ルイス、ルイスだって。お友達が来てるよ。いぶきには毎週会えますね、会えますね、本当に嬉しい。大分、そう、大分ね、クリスマスイベントがね、5期生でまたありますの。またっていうか、大分で、大分にはまた行かせていただきますので待ってます。ひろきさん、まあひろきさんとか、なんか言ったことないよね、あるような。くまさんありがとう。あ、羽田今夜の前髪分け方めっちゃ可愛かったよね。いぶきさん、センター分けより多分ね、七三とかの方がいいんだよね。あ、今日前髪スプレーしてるんだった。わしゅれげちゃー、
もうやだ、もう長生きりたい。本当はね、一時ね流して結構伸びてた時期、伸びてたのよ、こんぐらい伸びてたんだけど、 MV 撮影が入っちゃったので中途半端な長さではできないと思いまして、一旦切りました、ここぐらい。え、でもね、ちょっと楽しみにしててくださいね、 MV の時の髪型とか前髪ないのも似合いそう。そう、前髪ないのね、前まで私前髪なかった人間なので、 HKT 入るまで私前髪ずっとなかったんだよ、知ってた？ゆうき前髪あるの似合わない人だからさ。まあその髪型、私が MV の時した髪型にもね、あのちゃんともうか頭の中でこういう風に見てほしいなじゃないけど、考えがあるから見てください。また言うわ。うん、その時 MV 公開されたらまた言うわ。また少ないお友達連れてお話しか行くなんて待ったらね、嬉しい。チャンユーさん、ハートありがとう。前髪ないとおとなしく見える。おとなしいから、何言ってんの、おとなしいから。京香さん、かわいい、嬉しい、ありがとうございます。明日遊び行くから髪型決めて。明日ハーフアップとかどう？私はハーフアップが好き。ぬぐひでさん、はたありがとう。あおいちゃん、くまさんありがとう。はぎやまよすい、くまさんありがとう。怖くない人、かわいい、ありがとう。あおいちゃん、バラありがとうございます。え、そうだよ、ゆき長なかったんだよ前髪。私は HKT 入るまで前髪あるの嫌いだったので、幼稚園とかさの時はあれだったけど、小学校とかもずっと長かったよ、私ずっと長かったです。ししゃもさん、初見です、ありがとうございます。ちょっとお話し会あるよとか言っとこう。あく、えい、できた。トール、クマありがとう。アイドルに入る前の髪型気になる。いぶきずっと前髪なかったよ。アルル、あ、本当だ、間違えてる、もういいわもういいやこれ直せないもんね、これどうやって直すの、編集、あ、できた、あ、うん、編集できるやん、どう、オッケー。フランさん、ハットありがとうございます。TDC で前髪切ってて大飽きしたの思い出した。そう、あの時にね、前髪急遽開演の5分前ぐらいに前髪切られましたね。葵ちゃん、ペンライトありがとう。彼女の地位は元気ですか？元気そうだよ、なんかだー、え、だーってなんだ。わーちゃん、ハートありがとうございます。かんちゃんさん、ハートありがとうございます。パッパッパッパー、ルイス、めっちゃかわいい、ありがとう。
いぶきは髪の毛ロングなイメージ。ロングっちゃロングですね。いぶきのちっちゃい頃はね、ういしょー、いぶきのちっちゃい頃は、いぶき男の子みたいだからな、ちっちゃい頃めっちゃ男の子だよね。めっちゃ男の子。めっちゃ男の子みたい。かわちい。お顔一緒だって。お顔一緒じゃないよ。そうなのよ。面白い。ちょこ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 。バカめ。バカめ持って喜んでる私。ほら、いぶきの小6なんて前髪ないよ。小6の修学旅行の時ですね、こちら。修学旅行です。画面は修学旅行。お披露目も前髪なかった。バブバブ。そう、お披露目も前髪なかった。でも私はもうこの前髪に戻したい。戻そうかなと。小6の写真が携帯に入ってんの。すごい。お母さんたちのからもらったんよね。私はあの HKT 入らなかったら高1になるまで、ガラケーじゃない、高1になるまでキッズ携帯の予定だったんで、はい、HKT 入らせてもらって嬉しいです。中1からスマホなんて持てちゃって。そう、石橋は高校生からスマホルールだったから、それまで私は本当はね、あれの予定だったの、キッズ携帯の予定だったの。もうお披露目から6年ですか。早いね。早いよね。6年ってやばいよ。6年ってやばいよね。何してたんだろう6年って。何してたんだろう6年が。6年、やばくない。やばいよね。大変だ。6年か。何してるんやろ私の6年は。なんか自分のちっちゃい頃の写真めっちゃ見ちゃわない？かわいいよね。お姉ちゃん子だったからさ、この時から。ほら、お姉ちゃんの上に乗ってんの。これもこの2人お姉ちゃんね。ほらかわいいよね。かわいい。ちっちゃい頃の私。寿司みたい、かわいい。だってお寿司。待って、お寿司食べたい。たくあん食べたくなってきた。たくあん食べたい。ちょっとたくあん取ってきて。そん時もトラおったと。そん時はトラちゃんいなかったよ。そう、トラ、あ、寝たの？もう泣き飽きたんでしょ。ちょっとたくあん取ってくる。ちょっとゆき塩分チャージ大事だと思ってたくあん取ってくるから。いざな、ちょっと電気つけようと。みんな喋ってて。ちょっとみんな反動して、あ、
ば帰宅帰宅目かゆい。ただいま。みんな喋ってた？ケントさんハートありがとうございます。みんなって言ったけど誰からも帰ってこんやったかわいと。あ、え、今日ポッキーの日らしいよ。え、ポッキー見てくる。ポッキーアンチャーありそう。トップとなんかちょっと一瞬お菓子の部屋、お菓子の部屋お菓子の部屋なんてないない。お菓子のタンス見てくるね。お菓子のタンス、が持ってきたお菓子を紹介してきた。はあ、疲れた。トールハートありがとう。こちらおばあちゃんが漬けた梅干し、もう酸っぱいの。私は聞いてください、聞いて聞いて聞いて。いぶきね、梅干しをね、梅干し好きなんだけどね、おばあちゃんの梅干ししか食べれないの。いぶきってほんの何でかというとね、お店で売られてるのとかってさ美味しいんだけど、いぶきはね、蜂蜜とかが入ってるやん。蜂蜜入りとかさ、蜂蜜入ってることが多いじゃん。でも私蜂蜜が食べれないの。なんかほんのり甘いのが苦手で、もうおばあちゃんがもうこの梅とシソで漬けたやつしか食べれないの私。だからもう死ぬほど酸っぱい、酸っぱい。でその他こちらパチパチパニック、これ美味しいのよね。そしてこちらラレキャンディー、これも美味しいのよね。お母さんまだ帰ってこないと思うので食べていこうと思うよ。まずはパチパチパニック。みんなこれ食べたことある？食べたことある？梅干しはマジでしそ、しそしそ、本当にしそ。さっき痩せなきゃって言ってたの、あ、忘れてた、やらかした。あ、だからこうやって今キャブだん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 ぷよ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 なっていって、みんながどうせ可愛くないって言い始めて成長失敗だわって言われるんだ。いぶきが太っても可愛いね、面積が増えて、いぶきちゃんの好きなところの面、好きになる部分の面積増えて嬉しいとかじゃなくて、面積もっと減らせよ、お前がいるから後ろのメンバーたち見えないじゃねえかよって言われるんだ。お前なんて前に立つなって言われるんだ。早く後ろ下がれよって、デブなんだからお前は後ろでいいだろとか言われるんだ。別に悪いことじゃないのにね、ひどいよみんな。別にいいじゃん、何も悪いことしてないよ。別に周りに迷惑かけてないから私、本当に言うけどさ、具体的で無理言われんよ全然悪いことじゃないんだからね、言っとくけど、幸せなことじゃんね。ではいただき、これはこれ食べたことある？ある？すごいよ。すごくない？ほら、すごいよ。
炭酸飲むともっとすごいよ。あるある、待って待って待って、紙コップに炭酸水を三ツ矢サイダーにしよう。三ツ矢サイダーを注いでいきます。ちょっとだけね、えい、取れちゃう。三ツ矢サイダー持ってきたんだけど口の中もなくなっちゃった。まあ、いっか、喉乾いてたんだよね、ちょうど。ん？こぼしちゃった。うまっ。パチパチパニック、一袋一口で食う派なの？げ、痛くない？全然美味しい。やっぱ一気に口いっぱいいっぱいに食べた方が美味しいと思います。梅干しは、梅干しは最後よ。だって甘いものを食べた後にお口直ししなきゃ。うん、痛いの好きなの大っ嫌い。いびき痛いのめっちゃ弱いんだよ、痛み弱い。お母さんがいないっていいね。67カロリーいけるいける、範囲内範囲内。いただきます。これは知ってる？みんな、ゆき駄菓子大好きなの。噛めない。いぶき晩ご飯大丈夫？食えるか？え？これとこれとこれ食べただけで食えないなんてことないよ。トロトロしてんじゃないですかね。あ、あるよ、トロトロしてんじゃないよ。大好きなのよね、これ。知ってる？みんなこれと食べるの。え、知らないの？これ地域のやつとかじゃない？地域のやつだったらまずい。何も食べてません。パムコさん初見です、ありがとうございます。そんなことない、みんな知ってる？知ってる人いるなら食べるよ、食べさせて。高校のすぐ近くに駄菓子屋あるの勝ちすぎ俺。えいぶきんち徒歩1分のところに駄菓子屋あるから、本当に。だからもうちっちゃい頃から通いすぎてさ、駄菓子屋の優先とヤッホーみたいな感じだよね。うん、これはグミです、グミ。これから食べる。え、これなんか短くなった？うん、見てみる。誰？ちょっとよくわからないわ。ちょっとわかんないから無視します。いぶきは宅配便とか出ない主義なの。お母さんたちに出なくていいよって。だから出ません。なんか郵便局屋さんかな、わかんないですので出ません。お母さんじゃなかったよ、カメラでわかる。うん、コンビニに入店音だったって。違うよ。うん、何かお母さん頼んだのかな。いぶきの洋服かな。ちょっといぶきの洋服の今のところ着てる洋服たち山盛りだよ。見て、もうこんな顔いっぱい見せませんけどね。別に最後まで
で見せるつもりはないですけど、ちょっとずつ着てます洋服が。洋服かな。あのね、今日のサンタさんの買ったの、あ、サンタさんね、めちゃくちゃ可愛いの買ったんだ。結構高かったんだけど、さっき高かったんだけど大丈夫、超可愛かったから。うーん、楽しみにしてて、みんな。お話し会できるの？お話し会できます。完食。じゃあトナカイで行かなきゃならないね。だってトナカイで来て、じゃあもう食べ終わってるやん。早くて、イブキってさ食べるの早いんだよね。ない、だって明日踊るからさ、体力つけとかないとさ、元気じゃないべき見るの嫌でしょ、みんな。もしかして制服着たりする？お揃いで会いたいし持っていくかもよ。着たりするよ多分ね、知らないけどね。うん、イブちゃん人気すぎて握手会全落ちしてしまった。大丈夫だよ、他のところいっぱいまだあるよ。そうなの、優しいね。この絵文字の真似する。よく食べるお菓子は何？タラタラしてんじゃねえよ、おやつカルパス。おやつカルパス食べたい、あるよカルパス。お母さんいないって。お母さんは今はココさんにお出かけに行っているので、お母さんは美容室行ってるの今日。よし、カルパス。うん、まこれこれうまいよ。ラインが来たぞ。お母さんじゃありませんように。うん、友達でした。友達が今さ受験期間だから全然会えないの。エベクが一番仲良しな友達がいるんだけどさ、高校卒業したら旅行行きたいねっていう話を言いまして、後で返すね。まだご飯食べるからリップいらんわ。しゅんさん、なにこれ、ありがとう。お菓子だ、ありがとう。4月もお仕事だけどお話し会行けるかも。連番するかも。まあ待ってる、待ってるね、来たね。来れたら、頑張って来れたら、頑張って来れたら。イブブとママさんって似てるの。イブキお母さんにです。絶対に。今家一人な。今家一人。イブキんち絶対いるんだよね。っていう話になって。いつものお顔お願いします。みんなさ、あ、お話し会行こうかなだって。ゆうたろうさん待ってます。
そう言ったら絶対に来なきゃ。それでやっぱりやめたってのは本当に性格が悪いと思いますよね。うん、明日のイベント東京から見に行きます。うちはペンライト持っていくだけで、わあ嬉しい、ありがとうございます。パパにだと思ってるけど、え、絶対違う、絶対違う、お母さん、 お顔は絶対お父さんだ、絶対に違う、 100% 違う違う違う、いやお母さんにがいい、え、お父さんには 100% ない、ないです、本当にない。ビタンの香水使ってる、使ってないの、結局まだお金貯まってないから買えないの。ポイイケメンなのだよ。はじめまして、ルイボスティーさん、はじめまして、ルイボスティー大人だ。ゆいさん、ハートありがとう。姉妹は顔が似てると、姉妹は顔似てるっていう人もいれば似てないねっていう人もいる。お父さん目がイブちゃんだったもん、絶対ないよ、 100% ないよ、 目なんて特にお母さんだと思うよ、絶対にない、お父さんのわけない、お父さんのわけない、石橋家で一番顔整ってるのお母さんなんだから。石橋家で一番顔が整ってるのお母さんだから、私お母さんじゃないと、やだやだやだ。和夫さん、ハートありがとうございます。はじめましてやって、はじめまして、かわいそうなくらいお父さんにやがるやん、やだやだ、お父さんだけない、え、お姉ちゃんたちにも言ってほしい、お姉ちゃんたちにもお父さんに似とるねって言ったらみんな、え、本当に嫌だって、本当に言う、本当に言う、だってお父さんさ笑いながらさ、俺に似とるげなよって言い出すからさ、みんな会社の人にみんなも見せたら俺に似とるっちやったわみたいな言うからさ、みんな、え、ないから、いやない、え本当に無理ってみんなに言われて、みんなに言われてる。うん、嫌です、お父さんに。言えるにちなみにお父さんの地位が、え、チンチもお父さんの地位低いの、優しそう、優しいのに、地位のお父ちゃん、フフッ。和夫さん、ハートありがとうございます。女家族で男一人でどんな気持ちなんだろう。お父さん毎日楽しそうだよ、いぶきたちに一緒にご飯に、だっていぶきたちのところって本当に幸せだと思う。お父さん感謝していただきたいよね、お父さん、ぜひ感謝して、お父さん。昨日もさ家族でご飯行ったんだけどさ、お父さんって変なんだよね、お父さんって本当に面白い。イブタンセンターおめでとう、泣いちゃった、うれしい、ありがとうございます。結構ご飯行くね、うん、石橋家めっちゃ外食多いんだよね、超外食しちゃう。いぶき見よったらさっきご飯食べたのにお腹空いてきた、そういう時は食べましょう、幸せの方がいいよ、みんなで食べれば怖くない。いぶきは変じゃない、え、全然変じゃない、いぶき全然変じゃない、お菓子が晩ご飯な、なわけないないない、お菓子はお菓子だよ。ポテチ食べながら今ショールーム、ポテチあるよ、なんかね前ね宗像フェスに出させていただいた時に、宗像フェス、宗像
にしかないポテチがあって、それをいただきました。嬉しい。いや、いぶきは変。え、いぶき変じゃないんだってば。もう、あといいことがあった時も飲んでる。あ、そう、石橋家みんなお酒飲む。石橋家は家族揃ったねって、まあほとんど揃う時はいいんですけど、週1ぐらいご飯行ってんじゃねってくらいご飯行っちゃうよね。うん、そうなのよ。ポッキーとトッポどっち派？トッポ。トッポが美味しい。トッポ好きです。仲が良くていいね。そう、仲良しです。ええやん、そう、ええのよ。ええやん、ええやん。前髪伸びてきて目に刺さる。イベちゃん、ヤクルト飲んだことありますか？飲んだことあるよ。でも R1 が多いかも。 R1 は箱である。うちんち健康大事。イブキ、イブはお酒飲めるようになってもお酒飲まなそう。お酒なるべく飲みたくないですね。だってね、わかんない。お酒飲んだことないから、お酒の良さがわかんないからさ、お酒ジュースでいいじゃんとかさ思っちゃうじゃん。イブキいつもさ、コーラとかさ、カルピスソーダとかあるじゃん。そしたらお姉ちゃんたちはさ、なんかコーラみたいな、なんだっけ、なんかお酒あるじゃん、コーラのお酒みたいな飲んでるけど、コーラと何が違うんだろうと思いながらさ、そう、だから私は良さがまだ全然何にも知らないので、全然お酒飲みませんって感じですね。お酒飲むとむくむのよね。だってお酒飲むとむくむの？なんで？ジュースの方がいいじゃんね。でもジュースもむくむよジュースの、そう、ジュースもむくんじゃうのよね。そう、困った困った。でもべき、むくみって言葉、痛い。むくみって、べきさ、距離感わかんないんだよね。わかる？なんかわかる？わかって。お姉ちゃんは先に、お母さんもお父さんもお姉ちゃんもね、お酒めっちゃ強いのよ。ノンアルも飲まないの。あ、なんかね、たまにね、あのね、なんかフルーツが乗ってお酒じゃないですよみたいなのは飲んだことあるけど、やっぱり炭酸がないと嫌なので、ラムネかコーラかカルピスソーダの3択です。元気が一番さん、ハートありがとうございます。ってことで梅干し食べちゃおう。うまっ。酸っぱ。うん、ディズニー楽しんでて可愛かった。何が一番楽しかった？暗い中のさ、こうやってなるやつ、暗い中のジェットコースター。なんで今イブちゃん一人なの？お留守番できるの？できるよ。お母さんが今日はね、美容室に行ってるの。うまいのか。おいちい。ジンジャーエールは飲まないの？飲むよ、あるよ、おうちにジンジャーエールスペースマウンテン、それ、スペースマウンテンめっちゃ面白かったよ。あ、メロンソーダも大好き。お父さんは、お父さんはまだお仕事なんじゃないですかね。かゴルフの打ちっぱなし行ってるか。
うまい。ジンジャーエールはいぶき飲まない。お姉ちゃんたちがなんかお酒飲むのに使うらしい。味変かな。ちょっと手洗ってきてもいい？何食べたの？梅干し。梅干し。手洗ってきていい？みんな。みんながいいよって。あ、どうぞ。って行ってくるね。ほら。しょっぱい、超しょっぱいってことで、リップ塗るから。え、塗るの下手くそじゃない？下手くそだね。切れちゃったライトが。ちょっとティッシュないからティッシュ箱でパッパしとくわ。よし、ライト切れたので、よいしょ。どうする？ライト切れた。違うの、このライトさ、見て、これなの。こうやってこれね、刺さなきゃいけないんだけどね、刺さなきゃいけないんだけど、なかったんだもん、刺すのが。仕方ないじゃんね、なかったんだもん。お母さん、ないんだよ。びっくり、配信始まる前探したもん。お母さん。もういいわ、このまましていい。みんないい、みんながいいならやらせてもらうよ、このまま。いい、いいかな。いいよね。いいね。うん、かゆい。電気が切れました。ってことで、この明るさでいくね。待って、もじょもじょする、もじょもじょする。大丈夫、今日も世界一かわいい。イブちゃん白いから平気、かわいいよ。最近ね、スマホのライト、確かに、はい。なんかすごい影、こんにちは、気まずい影。お母さん今どこだろう。充電器とかにつなげられないの？その充電器がないの、この先っちょがなかったの。今時のあ、美容室だからダメだ、忘れてた。今時の充電器ってさ、これなの、こうなの、入らないのよ。部屋広いね。だってお家はまあそうですね。まあ広いっちゃ広いです。はいはいはい。壁が全然違うので。あ、お母ちゃん、お母さん今どこ？オッケー。明かりがない。うん、だから暗闇でショールームしてるの。切れた。うん、壊れてないよ。ないのよ、明かりが。
それだけ生きてる。まあ一旦帰ってきて。あ、そうなの。お月、あのさ、先っちょがないのよあのこれがないの、これがないの、これこのなんだっけ、このこれ、あ、見てないか、なんだよ、あの充電器のやつがないから、ない、いぶきのこれ入んないんだよね。だからね、だからこの持ち運び充電器に挿してやってたんだけどねの持ち運び充電器の電源切れちゃったから、とにかく光がないから、はい、おつけ、うん、まあいいや、うん、ビャビャで、い、伝わりませんでしたけど、なんとなく伝わったっぽくて、あるよって言われたけど、私には分かりませんので知りません。こんばんは、こんばんは。遅れてきたらめっちゃ困ってて、かわいい。うん、そう、本当はもうちょっと明るかったんだよ。まあいっかね。配信で電話なかなか珍しい。それな。りょうきち、かわいい。ありがとう。お母さんはまだ帰ってこないから、まだ配信できるよ。暗闇の中で配信すると目が悪くなるよ。確かに。ちょっと明かりを見てこうやってするわ。明かり見てこうしたら目悪くならなさそう。勝手な推測ね、これは。肉たんばしさん、ハートありがとうございます。トラトラ、寝たの、つまんねー。お母さんやっぱ染めてる。あ、お母さん多分髪の毛染めに行ったんじゃないでしょうか。お腹空いてない。お腹は空いたよ。でもビキンチね、おご飯遅いから、毎回パソコンに挿せばパソコンないのよ。なんであれ渋井ちゃんのおごりになったの。違うよ、渋井ちゃんとご飯行ってて、ネギ塩ね、一緒食べてんだけどね、ご飯行って、そこのお昼は私が出したの。そう、私がいいよって言って、ご飯を食べようって言って、ご飯食べて帰ろうとしてたら、マックありますよって言われて、おおと思ってマック行ったら、なんか買ってくれたそう、買ってくれました。さすが先輩。そう、でもね、アイス買ってくれたから代わり一緒です、もう一緒でございます。三角チョコパイ、いちご食べた。食べてないの。美味しい。ネギシって方は関東じゃん。いつ来たの。昨日だよ。昨日。とももー、虹色の星ありがとう。ゆうちゃんと結婚したい。わーお父さんのペイでおごったの。大正解。いぶき、その時マジで現金持ってなくて、1000円札も入ってなかった。500円しか入ってなくて、多分財布に。だからお父さんがこの前くれてたペーペーでおごちそうしました。でもそのペーペー、武器のそこにあるお小遣いから抜かれてるから。グッチョブ。ネギシ九州にないの。そうなの、ネギシは福岡にはないんですよ。お父さんのペイペイって言っても、いぶきのそこから取ってくれてるもん。抜いててって。とりあえず私もお金持ってくるの忘れたから、この前はお金をもらったの。だからいぶきのところから、そう、
抜いてもらってます。お正月のお年玉のところ。ゴンタちゃん、ゴーゴー、ありがとうございます。ここ修行したら HKT 一筋塾の、もちろんもうすでに一筋みたいなもんだよ。だってね、うん、自分払いだね意味は。そう、自分で払ったの意味は。お嬢やん、そんなことないよ。まだ失業したらんやん。え、そう、失業してないよ。まだ失業してないんだけど、ほぼほぼもう失業したみたいなもんよ。うん、そうなのよ、失業したみたいなもんだよ。うごうごさん、ハットありがとうございます。ゆうじさん、ハットありがとう。大丈夫なんかな、高校大丈夫なんですかね。私には分かりません。うん、卒業できるの。ちょっとグッとこうではないから、ちょっとだけグッとの時みたいに残り勉強してないの。中学の時の居残り勉強は受験のために居残り勉強してただけだから、もうする必要ない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 、絶対にしないすでに一筋はマジでさ、え、だってすでに一筋だもん、うん、高校卒業が不安。え、大丈夫だよ、絶対に卒業するから。うち高校卒業しないと HKT 卒業だから、代わりに、どういう代わりになのか教えてほしいけど。大学は考えてないかな。考えてない、別に。私は大学に別に、私はその芸能以外でやりたいことがないので、大学に行ってもって感じなので。イブイブつってるポスター大学にずっと貼ってあるって。え、嬉しい、大事にして。落書きされてない、あのプリクラのところみたいにさ。なんだって？ん？なんか言った？じゃあおしゃべり会で会えないという可能性もあるんだ。あ、そう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 。高校卒業しなかったら、できなかったら、もう速攻高校卒業する日に HKT 卒業ってことになるので、そう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 。いない可能性まあなくはないですかね。うん。2つの卒業を天秤にかけてるのマジある。大事じゃん、やっぱそういう自分にプレッシャーを背負わせるっていうか。卒業公演もせずに、その日に、あ、卒業公演はしないけど、ただし制服を着て卒業証書をもらって卒業するよ。 SKT48 卒業って、そうそうそう、大丈夫だから。いぶき本当に今焦ってるから大丈夫大丈夫、絶対に卒業してみせるから、みんな任せて。覚悟してきます、しないで、覚悟しないで、悲しいからまだアイドルでいさせてくれ。イブちゃんバカキャラになってるけど、最近意外と勉強できてそうなのはする。全然できてない、勉強のべの字すらない、へしかない、への字すらないぐらいアイドルが天職だと言ってくれて嬉しかったな。えぶき本当に自分で言うのもなんか自分で言うのもなんかあれかなとか思うけど、アイドルってえぶき本当に天職だと思う。だってもう全部が楽しいんだもん、本当に。ルイス最高、ありがとう。まだいてくれてたの、なかなか出現しないじゃないか。出現してちゃんと。まだアイドルでいて、お願いします、なんかもうこっちからお願いさせてほしい、まだアイドルでいさせてくださいって。アイドル HKT で学力テストしたら面白そう。でもべき本当にしたくないです、それだけは。ここだけの話ね、学力テストしてもいいよ。でもさ、表に出るってことはさ、
対この子わざとやんとか、絶対こんなことわからんわけねえだろって、さすがにわざとでこれはきつすぎみたいな思われたくない。だってわざとじゃないのに本当にわかんないんだもん。わざとじゃないのにわざとって思われるのが一番つらい。何事にも全力で呼ぶきって生きてきた中で、生きてきてちょっと何事にも全力なのにさ、絶対わざとじゃんって言われそうで怖いんだもん。嫌です。うん、イブちゃんアイドルしてくれて本当にありがてえし大好きだわ。嬉しいわ。楽しんでいるアイドルを見ると自然に笑顔になれるからね。だって嬉しい。本当にイブキって本当に幸せ。キタさん10ありがとう。ヤスイチキアシャンさん、タコさんありがとう。とも怖くない人、クマさんありがとう。フルキャパーさん、ハートありがとうございます。パイセン、ハルちゃん元気？あ、ハルちゃん元気だよ。今度会えます、楽しみ。こんばんは、こんばんは。ウゴウゴさん、ハートありがとう。性格はしっかりしてるよ、それは思う。性格はしっかりしてる。やっぱお餅食べたい、唐揚げ食べたい。10月7日のパジャドラで初めて HKT にもいぶきちゃんにも、あ、いぶきにも会えましたって。ペンさん嬉しい。どうだった？いぶきにハマってくれましたか？どうなのさ、言ってみなさいよ。いぶちゃんの可愛さは他にはない可愛さだから、アイドルでいてお願いします。アイドルでいます。岡間さん、ハットありがとう。トール、ハットありがとう。レイちゃん推しさん、こんばんは、こんばんは。トール、ハットありがとう。ガミニーかなさん、アイスありがとうございます。ナッピーのツッコんで初めていぶき見たって。え、どうでしたか？いぶき、実物いぶき。いぶきじゃん、ずっと JK やってそう。うん、ハートの絵文字じゃないよ全然。なんか汗汗みたいな絵文字が本当は合ってるんだけど、自分でもそう思う。はぁ、本当に会いたい。もう長文の手紙目の前で読み上げたい。読み上げて。もううんうんって聞ける。いぶき聞くの好き、人の話を。ゴンタちゃーん、ミラーボールありがとうございます。怖くない人、ハートありがとう。暁マンさん、ハートありがとう。あれもありがとう。バラもありがとうございます。イブちゃんのショールーム初めて見たけど面白すぎる、見に来てよかったって。嬉しいこれからも見に来てください。握手会も待ってるねお疲れ様です。だって初見の方ありがとうございます。いぶき、はい。いぶきとも長い付き合いになったもんな。本当だよ。だっていぶきもう6年ってやばいよね、冷静に考えて。ちなみに私が初めて会ったご帰省がいぶちゃん、いぶき、いぶさんです。あの時のいぶさんの顔は今でも覚えています。私の顔どんな顔してた嬉しい、ありがとうございます。また大分県にご出演のイベントあるの。そうなの、嬉しい。ぜひ待ってます。クリスマスだってよ。早いよ、早すぎる。関東の話会では高校生ではないイブちゃんが見れる？見れます。高校生ではないイブキが見れます。青ちゃんの卒業公演でやっと会えて、イブキちゃんにドストライクで今に至りますだって。嬉しい、ありがとうございます。これからもよろしくね。なんかね、泣きそうだったの。なんかあれだよ、多分前世で私たちなんか多分友達がなんかだって、だから多分前世の記憶が蘇って泣きそうになっちゃったの。そういうことです。これはもういぶきっていう頭になってるので、これからもよろしくね。熱っ。目の前でこんな笑顔見れたらファンになってしまうよね。だってなってください。
しゅんさん尊い、ありがとう。だって押してそう、押して得はあるけど押さなくて得はないよ。手だけ得は最近のいぶちのこれ名言なんだよね。実は怖くない人ハートありがとうございます。あ、なんだ、鍋塩かな、3、あ、渦塩かなか、3。くまさんありがとうございます。推しメンが失業して推しメン迷子なんだ。いるいる、ここにで、こうやってコメントしてくれてる時点でちょっと押してみようかなみたいな気持ちになってるってことでしょ。ちょっと押してもいいなって気持ちになってるってことは、ちょっと押してもいいって思えるってことは、ちょっと頭の中でいぶきのことが好きなんだよ。じゃないと押していいかもって思わないから、押しましょう。押し合わせるときに押せですね。そうです、押し合わせるときに押しましょう。博多勢でご帰省紹介カードもらって、え、絶対、え、そんな頃、その頃の私会いに来て全然変わってるよ。多分その頃よりは多少は可愛くなってると思う。もう4月からカメレオン女子高生なんだね。やばいよね、やだよね。カメレオンだってあんなにバカにしてたのに、ご帰省を、ウィーカメレオンカメレオンとか言ってたのに。ちょっとだからかずっと応援する覚悟お願いします。ぜひ帰ってきたかも、名刺を確か行きました。だってあの時やばいよ、巫女さんの格好してた。イブちゃん今日なんかおもろい。だっておかえりー、なんでここのとこつけてないと、他の電気は嫌いだから。なん染めたの髪、うん、おばあちゃん色ですね。ねえぶきさ、お父さんに似てるってめっちゃ言われる、悲しい。だから全否定しといた。いいよ、嫌でしょ。あ、みんなお帰りなさいだって。ただいまだって、ただいま。あ、お母さんでした。みゆきさんハートありがとうございます。何これ、あ、な、誰か来たピンポーンって。さっきの、うん、さっきだよ。え、配信中にピンポーンピンポーンってこんな音が来るのか、なった。忙しいからな、だからいぶきの洋服かなとか思って出ようか迷ったけど、なんとかでーすって言われるからやめた。りょうきちハートありがとうございます。みたん、あ、みくたんばしさんハートありがとうございます。これがないの、これどういうことだ、これさっきやろ、うん、あ、これでダメやった、これでやってたんだけど充電がなくなったんだよ、だからこれはもう使えないよっていう話。かずや22さんハートありがとう。やべえ、なんか本物のリムちゃんに会いたいや。だって会いに来てください。まさとさんわーい、だってわーい。今まで一番早かった出席番号は何番でしたか。何番だったっけ、知らん。2番とかじゃない、でも、あ、だいたいアガオだね、うん、2番とかじゃないかな多分。お母様が髪がトゥルトゥルですね、うん、ギザギザです。葵ちゃんペンライトありがとうございます。豪快なくしゃみ、本当に豪快なくしゃみなの、直したい、チュッみたいな、モカちゃんのくしゃみのモノマネします。チュッチュッチュッ、これが5連続です。5連続だよ、だから1回をシャンってしないから5回も出ちゃうのよっていつも言います。誰犬連れてきたのって、もう1回言ってモカちゃんがはいって言う、ほんでチュッ、言うから、その5回を1回にまとめればいいんだよって話。そうそうそう、ね、目と鼻がかゆい、ブタクサ、うん、ブタクサやな、ブタクサです、話しいたけ、全員ブタクサのうち、うん、よりのくしゃみもびっくり、あ、よりのくしゃみなんか余韻あるよね、なんかひゃんひゃんひゃんみたいな、なんか
あるよね。鳥の鳴き声みたい。え、本当になんかチュンチュンチュンって。てかさ、トラがめちゃくちゃ死ぬほど鳴いてた。のグラビアが良すぎただって。あ、漏れてたくないなんか割と。もかちゃんのくしゃみのモノマネを見におしゃべり会行こうかなって。待ってます。待ってます、待ってます。ひろきさん、ちっとも怖くない人、ハートありがとうございます。ひろさん、こんばんは、こんばんは。おみくが卒業する前にミクイブがいる公園があるとしたらすぐ飛んでいく。チームレッド恋し、確かにチームレッド一緒だったミクちゃんと。こんばんは、こんばんは。マリアちゃんのグラビア見た？見たよ。めっちゃ見せてきてくれるから見ました。わーおって感じ。なんか本当にわーおって感じ。ストレンジャーさん、こんばんは、こんばんは。えいえい。ゴンタちゃん、虹色の詩ありがとうございます。またいぶき雑誌出てほしいだって。出たい、待っててください。次はいぶきのグラビアだね。私は雑誌には出たいですね。水着はしないですね。さあちゃん、虹色の詩ありがとう。とももん、虹色の詩ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは。お母さんに泣いてんの。ほら、私にも泣いて。たら、みんなにご挨拶して。たら、どこ見てるの。みんなにご挨拶して。どうぞ。トラ、ご挨拶は。はい、いい子です。トラちゃんおしゃべりでほんとかわいいね。いぶきみたいね。トラちゃんおしゃべりだって。おしゃべりなの。トラちゃん、トラちゃんおしゃべり、あ、もう違う方に興味が持ってますね。トラちゃんおしゃべりなの。トラちゃんおしゃべりなの。あ、いぶきの話無視ね。ふん。あ、なにそれ、ありがとう。知らん、なんだろ。大丈夫これ。え、いや、つながる、つながる、なるよ。どこぼった。ん、反対か。なった。うん。え、ならんな。ボタンどこ。ちょ、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 そこよ。これが壊れたこと。壊れてないよこれ。えい。一番のか。ダメってことそれじゃん。分かった分かった。え？つかないよ。あ、押しすぎやな。上だ上。なんか暗い方が漏れてるかもしれない。仕切られた。ん？大きくせんでいい。これ。Thank you。つよちゃん、どうもありがとう。うん。おお。Thank you、Thank you。よいしょ。こんばんは。こんばんは。
キーの日ですけど一緒にポッキーゲームしませんか。なんポッキーゲームするか。まんじゅうさん、お疲れ様です。お疲れ様です。影も可愛いね。え、手なくない影。まあね、よりも奇妙な物語見る。え、今日よりも奇妙な物語見るの。あ、9時に終わります。久しぶりだった。久しぶり。今日だよ。だってお母さんが見るのではないでしょうか。一生のお願い、米粒がぬるみみたぶってのを見たことがないので見てみたいです。お米があるならいいけど、お米ちょっとお母ちゃんに聞いてみよう。お米は多分あるはず。ピュアちゃん、雨ありがとう。怖くない人ハートありがとう。海ホッケーマンさん、ハートありがとうございます。9時から4時もだって。あ、そうなの。てかゆきさ、最近さ写真がなさすぎて自撮り、あの写真がないんだよね。写真がないから SNS、Twitter とか出したくても出せないのよ、写真が。ピエンピエンピエン。明日の髪の毛どうしようかな。イブちゃんは悩みがあるとき家族に相談したりする？家族にしか相談しないでございます。怖くない人はハッタありがとうございます。フェスで、広島でフェス前にゆっくりご飯食べれたらええね。食べれるかな。意外とバタバタなんですよね、私たちみんな。録画したようにもを明日見ますって。それもあり。確かに、まだ覚えなきゃいけない。ブーの声聞いてたら眠くなってきました。いぶきってさ、いい声ですか。皆さん今日も一日お疲れ様でした。みんな早く寝るんだよ。おやすみ。博多駅のクリスマスマーケット行った。行ってない。超行きたい。明日にでも行こうかな。嘘です。明日のフィナーレって言ってるぞ。フィナーレ？わからない。出る？出ない？わからないけど、メールとかさ見てたら出るか出ないかわかるか。フィナーレ。レイス、お疲れ。ありがとう。明日髪の毛何がいいと思う？目が覚めたって。ねえお母さん、米粒ある？ないよ。米。今日？うん。今日米じゃないよ。お好み焼きでしょ？明日が広島だからでしょ？うん、そうよ。明日が広島だからお母さんお好み焼きにしたんでしょ？そうよ。米粒ないか。米粒見たかったって、耳たぶ。あ、それは米粒。あ、米。開けてない。一粒取るすごいね、これ。今度やりますので、ショールームで。そう、今日買ってきたのかな、お米。はい。なのでまた来てください。なので、そう、また来てください。絶対する。あの、今日買ってきちゃったの。いつもならね、いぶきんち、いぶきお米が大好きだから、毎回空いてるっていうかね、毎日のようにお米食べるからね、絶対にあれなんだけど、あの、そう、今日に限って米切らしてて、今買ってきたやつしかないの。で、今日がお米じゃなく、今日お好み焼きだからお米炊かないから、今度絶対次のショールームで言ってください。その時に絶対するね。一粒のために開けない。広島まで連れてきてくれてありがとう。だってこちらこそ広島までついてきてくれてありがとう。楽しもうね。もがちゃんの家なくなって家族と喧嘩した時、逃げ場所見つかった？ないで。最近どこの家にも泊まり行ってないよね、いぶき。最近どこにも行ってないの。
へえ、お好み焼きと米食べんのや。え、違いを食べれるもんなら食べたいよ。でもいぶきはお母さんに言ったの、今日からダイエットするからって言っといたから。お母さんも釣り師わらだった。え、お母さん釣り師なの？お母さんあざといな。ひなのさんとこは、ひなのさんはね、ひななさんのもやめちゃったので。そう、あ、ひなももと LINE した、うん、この前、あ、この前したよ、来とったよ、センターおめでとう。あ、ひなももから、うん、そう、ひなももからセンターおめでとうってお母ちゃんに来てたらしいです。さっきお菓子食べたことは秘密？秘密！今お母さん向こうの部屋だから。聞こえてない、聞こえてない。ひじくん家は、ひじくん家は行きますけど最近行ってないのよね。58分。もう早くない？なんかちょっといびき、今日ショールームしたい気分なのよね。みんなはもうやめてくれって感じ。もうこんな時間なんだよ。そうだよ、ね、今日世にも奇妙だってよ。見たかった。9時からだって。あ、見らないか。の前に天かす忘れた。買いに行くの、うん、いびき天かすなくていいよ。え、あ、天かす作ったら、あらある、天かす作ったら、いや、あったよ絶対。いぶきも天かすある気がする。あったあったあった。おー、あった。いぶきんちって何でもあるねって言われてたよ、さっきお母さんがいない間。なんでか知らんけど、なんでか知らんけど、いぶきんちって何でもあるねって、なんかね、なんでかわかんないけどっていう話になってた。誰か覗いてちゃう。え、お好み焼き配信だって。だって今日寝ねとらんわ。あ、旅行。あ、お父ちゃんはゴルフの練習、打ちっぱなしでした。やっぱり釣りイカの姿フライあれば代用になる。だってらしいよ、天かす。美味しそう。バラ肉は？だってバラ肉あるの、あるって。お菓子食べたことは秘密やね。しその話、お菓子を食べすぎていぶきが、あ、言っちゃった。いぶき、さっきまでお母さんに内緒っていう設定にしてたら設定にしてたら普通にお母さんに、ゆきお母さんさ、なんかなんとかの話してたらみたいなテンションで話しちゃうんだよね。え、世にも奇妙つけようよ。怖いよ。お母さんお風呂一緒入ろう。イエス。テレビ音なしでつけてていい？配信もうちょっとしていい？するんです。あ、音なしにしとかなんかあるや、うん、何番だろう。世にも奇妙、隠し事ができない良い子。そうなのよね、私ったら。世にも奇妙ないよ。どこにあるの？いぶきちゃん怖いの大丈夫なの？いぶき全然へっちゃらです。怖いのなんてないんですよね。いぶき全然余裕なんです。ちょっとうるさくてすいませんね。急いでますので。だっていいよね、家庭的な音で素敵。あ、8番ついた。あ、タモリさんだ。キャベツ正解。ちょっともうちょっと配信したいから、もうちょっと飲み物取ってくるね。よいしょ。
あったんだけど、カルピスソーダ作るのめんどくさいので、うまい。みんなもうそろそろ配信終わってって時あったら言ってね。ねえトラリ、ちょっと暗くしようっと、テレビが見えんわ。カルピスソーダはいつも作ってるの？カルピスソーダって作るものじゃないの？あるっけ、カルピスソーダって。あ、あるわ。ありますね、あれも好き。絶対ないだって。本当、いぶきがずっと配信しててもいい。しかも喋んないとき来るかもよ。なんかこうやってちょっとなんかさ、もう配信しすぎてなんかみたいなさ、見てなかったお母さん。いぶきのこと必死にやってたのに全然見てなかった。なんかこうやってさ、話してないけどこうやって見てよ。もうじゃあしないで今急ぐから。もう普通のいぶきみたいなね。今日はお好み焼き、あ、広島風お好み焼き作ってなんか目玉焼き乗っけたらいい感じになりそうじゃないね。モニタリングやん。そうです、モニタリングです。赤砂豪雨さん、ハートありがとうございます。愛知も話してない時間多いからいいんじゃないかな。え、それ配信の意味ある？そうなの。でもファンの人は絶対嬉しいよね、普通のあれが見れて。今日食べに行くんじゃなかったっけ。今日は食べに行かないよ。麺がいる。あ、広島風って麺がいるんだ。お母さんが料理してる音好き。わかる。なんかいぶきはお母さん、なんかさ、小学校とかさ、中学校とか帰ってきたらさ、お母さんいつもリビングいたからさ、リビングじゃないわ、リビングにはいつもおるけど、あのキッチンいたからさ。山芋入れる派ですか？入れると思う。あるよね。あ、うちょうど今山芋。いぶきもなんかやりたい。邪魔邪魔らしい。なんかこっちでできるのないの？ないないって。テレビの色がおかしい。ほんとだ、ピンクだ。音がないから全然わからない。なんか言った？えいえい。料理の音落ち着くからご飯前に寝ちゃうんよ。わかるわかる、そうだよ。だからいぶきも寝ちゃうんだよ。見てるとき孫になってて可愛い。え、全然そんなことないよ。なんか配信中寝てたメンバーいなかった？いたっけ？あ、ハンちゃんじゃん。ハンチャカちゃんじゃん。よきちハートありがとうございます。料理の音を聞きながら宿題してたな。わかる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 。料理の音聞きながら宿題してたわ。わかるわかる。ひなさんこんばんは。こんばんは。いぶきはめったに配信ができ、ショールーム全然できないので、できる時にしとこう精神でございます。イブちゃんかわいいだって。ありがとう。明日は朝早いの？明日は明日はお母さんに送ってもらうので、スケジュールを見てみよう。
くないと思う。わからない。あと面白い。いぶき面白くないよ全然。ブラック星さんの弟としてる人、ブラックジャックかな。配信ありがとう。本当にいぶちゃんのショールーム大好きなの、嬉しい。こちらこそありがとう、嬉しい。あー、骸骨だ。あ、違う惑星に行ったってこと？なんかそういうの信じる？なんか違う国があるって、違う惑星があるって、なんかなんだっけ、瞬間移動じゃないけどさ、アントカワープみたいな、なんだっけ、あるよね。なんかゆういちろうさん、ハートありがとうございます。最近いぶきちゃんのことかなり気になり始めてる。いいと思います。とってもセンスがあると思います。パラレルワールドではなくてそれです。みんなすごいいぶきの語彙力でわかるの、パラレルワールドです。パラレルワールドあると思う。私はあると思う。前に骸骨のおもちゃ配信なかったけど、あるよまだお家に。骸骨のもん、あれバーンされるの、音が引っかかるらしい。なんで怖くない人。クマさんありがとう。いぶきの元気さに今日の疲れも癒されますだって。いっぱい癒されたってできます。鍵小屋行きたい。あ、ごめんね、昨日行ってんのよ。お父さんとお母さん、ずるくない？家族みんなで行こうって約束したのに。先にお父さんとお母さんなんか二人で行ってた。下見とか言えば、下見とかなんてありません。かき小屋にどうせいつも行きようとか言っちゃん。違う方に行ったよ。え、向こうまで行ったの昨日？あと一個の方に行った。かき小屋行きたいな。去年行けてないもんね。え、そう、行けてないの去年。えぐちっちさん、かわいい、ありがとう。4人で行ったの。え、そう、ずるくない？いぶきだけお仕事で行けなかったから。いぶきだけ行けなかったの。かくたいさん、めっちゃかわいい、ありがとう。りょうきちハート、ありがとう。お父さん、お母さん、2人でラブラブで。いや、全然喧嘩する。昨日も何回喧嘩したってくらい喧嘩してたからね。かぎ小屋の帰りも喧嘩したって言ってたもん。かぎ小屋の帰りも喧嘩したんでしょ。喧嘩して私をその空港まで迎え来てくれた時にはなんか仲直りしてたけど、で、いや、ご飯行ってそのままママちゃん楽しいねって帰ってきたと思ったら、何回いつの間にかお父さんとお母さん、いぶきがゴロゴロした間に、なんかあれ、なんか騒がしいなと思って、真後ろで喧嘩してて、お姉ちゃんフラがってきた瞬間、また喧嘩って言って、なんか喧嘩してたよね。もうなんなんだよって思いながら、しかも毎回同じような内容で喧嘩してる。まったくまったくだ。喧嘩するほど仲いいって言うして、ファンの人がフォローしてくれてる。そうだよね、そうだよね。どうかな。どうかな。ゆきちゃんとななかちゃん見ると涙が出ます。可愛すぎて。だって嬉しい。イブノンが好きなの？イブノン押してください。夫婦仲をさらっと暴露。そうです、まあ仲いいからいいんですよ。賑やかでやるし、本当にそう。葬儀一家で手は出ませんよ、もちろん。ポジティブにいこう、ポジティブにいこう。手取られちゃう。
よし、いぶきと喧嘩するか。絶対喧嘩じゃん。絶対勝つよ。うん。いぶきちゃんとぬのかちゃん推しです。嬉しい。これからもよろしくお願いいたします。あんちゃんさん、ハートありがとうございます。本当に不仲ならいぶきのような娘は育たない。それはそう。こんなにいい娘たちがいて本当に大切に思ってほしいですね。こんなに可愛くてこんなにいい子でお手伝いもめちゃくちゃ積極的にする娘がいて、もう洗濯物するよするよ、お母さん座っとっていいよ、料理も全然いいよ、いぶきがやるよっていう。正反対ではないですよ全然ね。いうでもいぶき料理はするから、あこれやっとくからお母さんはあれやっといて。いいとこ取りです。自画自賛で素晴らしい。それこそパラレルワールドうまいな。萩山洋一、イベントでいぶきって呼ぶからレスくれる？うん嬉しい。レスあげやす。嘘は飛び切りの愛だもんね。そうだよ、いぶき言わなきゃ、そのセリフいぶき言わなきゃいけなかった。くそ。いぶちゃんって料理できたっけ？いぶきは料理できます。三姉妹の中でいぶが一番料理できるよ。ねえとごらんのさ、いぶきねえとピッピといぶきやったら一番いぶきは料理しますよ。最近してません。違い、お母さんがやらせてくれないんじゃん。さっきもいぶきやるっつったもん、こっちで。何や、何をする。長芋こっちで削る。手かゆくなる。でもそう、いぶき長芋やったらかゆくなるのでダメです。あとお母さんが危ないって言うから、お母さんが危ないって言うから、長芋得意料理は、うん、得意料理はガパオライスとかですかね。ガパオライス得意です結構ね。ん？え？私作ったことあります？食べたこと？食べたことはないですね。はい。けど多分得意だと思います。みんな信じてるかもしれない。おーって言われてる。そうそう、メモメモって。ゆきくんガパオライス得意なのメモって。食べたこと？食べたことないです。ガパオライスですか？食べたこと私ないですね。はい。で得意料理は？得意料理ガパオライスですね。はい。何が入ってる？ガパオライスは目玉焼きですね。合ってるでしょ？みんな信じてる。食べたことないな。食べたことないよ私。作り方教えてだって。あ、いいよメモって。あ、まずひき肉炒めます。で多分あの味付けは醤油とみりんとかじゃないですかね。とあのパプリカ、パプリカ、もうあんた好きや、ね、そうパプリカ、赤と黄色のね、パプリカです。はい、パプリカやっての、まあ味付けなんか、まあそう、まあそれは各自味見してからやってください。で目玉焼きですね。以上です。はい。チキン南蛮美味しいんでしょ？え、お母ちゃんのチキン南蛮が世界で一番美味しいと思ってくらい美味しい。チキン南蛮はめちゃくちゃ美味しいよ。タルタル好きなんだっけ？そう、タルタルソースが好き。タルタルソースとタレが好きなのよ。まあ要するにチキン南蛮が好きなのよ。そうそう。配信で作ってるし、えいぶき、え言っとくけど料理は全然余裕でできるからね。やっぱこうやって言うからいぶき絶対できないって怪しまれちゃうんだ。チキン食べたい。もう本当に美味しいの。タルタルが美味しいよ。いぶき普通のね市販のタルタル
食べれない、苦手なのちょっとだけ。でもお母ちゃんの作るタルタルは美味しいのよ。前おうちもつ鍋羨ましかった。あ、しばしきもつ鍋めっちゃするよ家で。めっちゃする。今日リノがね、いぶきんちのもつ鍋美味しいって大絶賛してくれる。しかもその日リノが来るとか知らなくてさ、普通に急遽決まって、我が家はもつ鍋しかないですよってなったんだけど、鍋酒抜きみたいね。もつ鍋です、美味しいでございます。石橋家のタルタルレシピも思い出送って、だって。それは企業秘密なので内緒ですかね、やっぱり。あら、モス鍋未だに食べれないやって。おいしいよ。石橋家のもつ鍋は味噌醤油どっちですか？どっちも食べるけど、今醤油にハマってる。今は醤油にハマってるらしいです。てかす、もつ鍋食べたことない。12月食べようかって。もつ鍋、待って、もつ鍋って東京にない？あるっちゃあるのかな、ないのかな。ゆきたん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 さん、ハートありがとうございます。福岡行きたくなってきたって。来て福岡、来て来て、あると思うよ。あるんだ。あるっちゃあるのか。え、どうしよう。またトマトピザができない、ね、トマトピザ食べたい。この間からちょっとあれした。シソが。1週間ぐらい。イブお好み食べれるよ。食べたい食べたい。長芋って何の料理？そば、鉄火丼のイメージしかない。今日はお好み焼きでございます。鉄火丼、鉄火丼、鉄に火に丼、鉄火丼、鉄火丼って何？焼きトマトを口に放り込むの？焼きトマト口に放り込んだら火傷しちゃう。すごい面白そうだよ、ユニモキミョ。お父さんが鉄火巻き大好きや。ああ、マグロが乗ってるやつだねって教えてくれた。マグロね、好きやん。いぶき好き。それネギトロ丼じゃないの？ネギトロは、あ、トロ、ネギが好きなやつ。鉄火丼は食べたことないです、私。鉄火丼はないけど、鉄火巻きはある。鉄火巻きはある。いぶきさん、聞いて聞いて。配信は7時31分から始めて、もうちょいで2時間です。やりすぎです、さすがに。いや、やりすぎなことは分かってるんだけどさ、料理できるまで暇じゃん。手伝う気ゼロ。料理できるまで暇じゃん。だからね、暇なんだよ、私も。30分に終わるか。もうできたって。30分に分は終わるよ。ご飯できたらしい、ちょうど。うごうごさん、ハートありがとうございます。長時間配信感謝感激ありがとうございます。バーラ86さん、虹色の推しありがとうございます。あ、お皿洗ってとかするの？します。昔ね。昔です。昔はします。なんかテレビすごいことなってる。あ、見たいよ。
この俳優さんよく見る。いぶき名前縁に覚えられないんだよね、人の名前。わすごい。よいしょ。これさ、こういうのってさ、この俳優さんがさ入れ替わっちゃったりするんだよね、向こうの世界行っちゃうとかあるんだよね、知らんけど。それ本当にそのボタン押していいの？あー押したー、止まったー。大丈夫、出れる、現実世界戻れんの？止まってる、全部。みんないないじゃん。気になるやろ、外にいる人。みんないないじゃん。これ絶対戻れないやつだよ、自分が。絶対そうだよ。知らんけど。あ、みんなも止まっちゃったんだ。ってことはどういうこと？フランさん、かわいい、ありがとう。両吉ハート、ありがとうございます。世にも明日見るから見てない。やばいやばい、これ以上言わないとくね、これ以上言わないとく、みんなも言わないと言ってあげよう。あー、これやばいよ、これどうなんだろう。終わっちゃったよ。あ、絶対そうだ、絶対そうだ。イブちゃんが叫ぶたびに猫が起きて面白い。ごめんね、にゃんこさん、ごめんね。高堀さん、ハートありがとうございます。向こうの世界ではイブちゃんと同じクラスの同級生です。向こうの世界でしか味わえないですね。確かに向こうの世界ではうちら同級生だよね。イエイ、新しいの始まった。あ、この俳優さんもよく、私本当に顔は覚え、顔は覚えられるというか有名な方だから、そりゃみんなわかるか。あ、英語読めない、英語読めないから英語入れてこないでよ、わからないから。インスタのイブちゃん、おデートムービー次いつ上がる？わからないでございます。どっか行った時はなるべく撮るようにはしております。最近はね、最近写真よりリールとかの方がいいらしいです、最近の世の中は。そう、世にも奇妙ってお化けじゃないよね。まえけんさん、ハートありがとうございます。リールいいっすよね、だっていいっすよね、リールマジ好きだよ。かなちゃん、ありがとう。お姉ちゃんとお母ちゃんに感謝感謝。動いてればが可愛いってのもある。そうだから、みんなからも好評いいし、そう意外といい感じよ。おしゃべり会参加できなくて本当にごめんね。いいよ、全然、そんな気持ちが嬉しいでございます。イブちゃんはわさび苦手だっけ？イブキはわさび全然苦手じゃないよ。リールご飯食べてる系がいい、だって
ご飯食べてる系しかほとんどないかもしれないってくらいご飯しか食べないよ、いびき。いっぱい食べるんだから、あのちゃんのために。いっぱい食べる動画が好きです。あ、いっぱい食べる動画人気じゃないか。ナンリーボーイ、旗ありがとうございます。生まれて初めていぶきのおしゃべり会撮ったよ。嬉しい、ありがとう。いっぱいお話ししようね。ラリーボーイ、ハートありがとう。ひたすら食べる動画でもいいよ。え、いい？今度さ、お母さんこれ仕事だから、ひたすらなんかご飯食べに行こう。仕事だから、これはプライベートじゃなくて仕事として、だからやらなきゃいけないらしいの、これを、その食べるってことを。今度だからお願い、お母さん、なんかそう食べ放題みたいな、なんかやらなきゃいけなくて。そう、全然いぶきは結構なんかあれなんだけど、仕事でなんかやらなきゃいけないらしいから、ちょっと今度連れてって。そう、全然ね、いぶきはなんかそうプライベートとかだったら全然やらなくてもね、だけどその仕事だから、その仕方ないし、そう仕事だからお願いします。ちょっと、そう仕事って言っとけばね、いないな。そうそうそう、焼肉キングで最高。焼肉キング行きたい。仕事なら仕方ないね。そうなの、仕事だから。え、そう本当はね、全然ね、そう全然あれなんだけど、仕事だからさ、やっぱりそう、TikTok の焼肉キング行ってたやつ好きね。あれね、あれあれより食べてたなんて言えないよね、本当に。あれですらコメントがめちゃくちゃ食べてるみたいな言われてたけど、あれ以上食べたなんて言えない、絶対に言えないんだから。ご飯代はこっちが負担します。いいんですか？やったー、嬉しいなー。あ、そんな今度で今30分になるから、ちょっとランキング読んでご飯に食べたいと思います。ちょっと先に三ツ矢サイダー飲むわ。そしたらランキング読むからね。ほら、みなとみらいのリールが好き。みなとみらいどこだ、どこ、みなとみらいってわからん、どこ？わかんないよ、それじゃ。具体的に言って、トラ。具体的に。どこ、みなとみらいって。わからんって、もういいわって言われた。あ、横浜！もかちゃんと行ったやつだ！かい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 。ということで、いぶき今からお好み焼き食べる。明日の、明日はいぶき広島イベントなんです。お母さんお風呂入る？じゃあいぶきも風呂入るからちょっと待ってね。いやだね。ってことで、ちょっといぶき今、お母さんが今お風呂行こうとしてるから、いぶきも行かなきゃいけないから配信終わりね。もう一人で入れさせて。なんで？ちょっと本当に待って。いやだ、本当に待って、お願い。ってことで、15位から読んでいきます。15位ポンポンポン丸。14位フランさん。13位トンミョンミョン。よいしょ。12位イブキチ。11位ユウイチロウさん。10位ミナレイブブさん。9位ソイルホースさん。8位トゥオール。7位シュンさん。6位ハゲムヤスイさん。5位カーク大佐。4位アオイちゃん。3位ヤスイ1983さん。2位ルイズ。1位怖くない人、ありがとうございました。てことで、私は今からご飯、お風呂入ってご飯食べるので、バイバーイ。2時間もみんな見ててくれてありがとうね。バイバーイ。